さあ壇上からもう一組ご紹介したいと思います。これはすごい。現在大変話題を集めておりますラストエンペラーという映画がございましてね、昨日も試写会が行われましたけども、はい、渡辺プロデューサー打ち合わせの時に間違えて興奮して目黒エンペラーなんてわけのわからんことを言っておりますけどラストエンペラー主演といえばミスター・ジョン・ローン、はい、音楽担当、そしてさらに出演もしております坂本龍一さん。そうなんです。実はねえ、もう私も見たくちゃまだ見てないんですけれども、はい、はい、そのミスター・ジョン・ローンと坂本龍一さんお二人がお目になっております。どうぞ。がっちりとシェイクハンドで入ってまいりました。このように話題の二人が登場になります。ようこそお待ちいただきました。かっこいい。まあね、こんばんは。あ、もう一回。こんばんは。ああ、ね、あの、どうもこんばんは。あ、どうも。あ、いやでもあの、本当にこの方こんばんはって全然違和感がないですね。ね、もう違和感がない。ずっと長きにわたってね、中国ロケを観光してまいりまして、もう二人の顔を見てるだけでもなんか甲賀文明が蘇ってくるようなもうそういう大変なもんでございます。あの、後ほどもまたいろいろね、あのロケーションの時のエピソードとか映画についても教えていただきたいと思います。そうなんですけれどもね、今とっても二人ともにこやかにね降りてらっしゃいましたけど、これはもう撮影が終わって映画がこうやって公開されるということでやっと和解できたというふうに伺っておりますのでね、その辺の事情もちょっといろいろとね聞いてみます。そう、聞き迫る撮影現場に肉薄してみたいと。この二人見ただけで聞き迫りますよ。もう目鼻立ち整っておりますしね。なんか感じが似てますね、お二人。似てます。私、あの、ジョンさん隣にいるの嫌です。いや、比較されます。テレビってのは露骨ですか、そういうとこ見えてしまう。いや、もうほんとすごいよ。嫌です。2時間の生放送でございます。いというわけでよろしくどうぞお願いします。はい、よろしくお願いします。4スターに古田さんが、うん、素敵ですね。行ってみましょう。古田さん、はい、こちらは大王スタジオであります坂本龍一さん、そしてミスタージョン・ローンの登場でございます。よろしくどうぞ。もうご存知のようにラストエンペラー大変な話題作でありまして、この映画はですね、日本は坂本さん、今度の今月の末23日からです。23日から公開でありますけども、なんとそれに先駆けましてローマ、パリで、上映されておりまして、パリではすでに情報によると100万人を動員突破したと。そう、新聞に出てましたけどね。大変な話題になっております。やっぱりこれだけの超大作、主演というジョン・ローンさん、いろいろ大変な部分ってのあったでしょう、中国大陸で。 I had a great time and a wonderful challenge and I met so many wonderful people and Ruichi-san of course and it was fantastic in China with all these wonderful talented peopleとんでもない坂本さんをはじめとしていろんな人に会えましたし、あの、とってもやりがいのあるチャレンジという、ものがありましたし、なるほど、あの、中国に行ってですね、あの、できないような経験もさせていただきましたので、うん、大いに楽しんで仕事させていただきました。うん、あの、具体的にこう坂本さんをジョン・ローンから見た場合どんなタイプに見えましたか。いや、坂本さんをジョン・ローンから見た場合、はい、I think no, I saw Ruichi's concert at the Neo Geo. I have admiration and respect, but I also find a great pleasure working with Ruichi because it was very simple and he was very committed and he was daring and it was very helpful for me because he created a very strong presence for me to in the film to create the opposite end with the Chinese and the Japanese. It was, yes.なんだかよくわかりません。もうすごい本当に褒め方なんですけれども、もちろんのコンサートも以前見たことがあってですね、うん、あの、尊敬もしていましたし、ミュージシャンとして非常に気に入ってたところから始まりまして、あの、一緒に仕事をするということに関してすごくまあ感銘を受けたし、あの、いろいろ得られましたし、僕にとってもその坂本さんの音楽というのが映画の中で非常に大きな意味を持っていましたので、ね、お互い役作りのために坂本さん、うん、このね、ロケやってる時とか仕事中は口聞かないというのお互い敵役という部分で、うん、そういう約束をさえでしたよね。ねえ、手仕切ったと。手仕切ってしまったというもう実に楽しみであります。じゃあ坂本さん、早速ですけどもね、そのテーマの方をスタンバっていただきたいと思います。3歳で皇帝に即位いたしまして、国内動乱、そして日本軍の侵略と、その歴史の流れの中に、もてあそばれてしまった清朝最後の皇帝と言われる溥儀の生涯を描いた超大作であります。そのラストエンペラーのテーマ、坂本さんのピアノとともにお届けしましょう。どうぞ。